前期にちょうどいたからな。破天荒すぎるな。行ってないっぽい雰囲気あるけど。まあ、やばい。やばい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 。行きづらい。あー、課金課金課金。本人にはわからん。こ、ちょ、キウイちゃん多彩すぎる。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは夜のクラゲは泳げない第3話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました夜クラですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、前回新たにジェリーにメイちゃんが加わりまして、さあ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 、めちゃめちゃいい感じになっていく。どん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 グループとして進んでいくぜ。アーティストとして進んでいく。うん、グラフィティライターはまひるちゃん、そして作曲家はメイちゃん、シンガーはカノンちゃん。どん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 良くなっていくんじゃないですか。クラゲ泳げないかもしれないけれども、漂い漂いたどり着く場所はどこに行くのやら、ということで今回タイトルが渡瀬キウイちゃんということなので、あの VTuber の子だね。どうなっていくのか注目していこう。なんかどうやって仲間になっていくのかもちょっと読めないもんね。楽しみです。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、ライブ。おう。受験。うん。あら。あったかいファンが多い。あ、やばい。さて、まだ終わるな。逃げるな。やばいやばい。典型的な、あったかい人たち。かわいいんだけど。楽しそう。充実しているな。おう。そうか、過去の姿。過去の姿ってなると、キウイちゃんだいぶ変わったな。さあ、昔の自分、まあ、嫌悪するような自分ではないと思うんだよね。全部過去の自分に対する嫌悪っていうものはあまりなかったよね、こう見てると。ただこのままで痛くないっていう殻の破り方だもんな。さあ、多分これプロダクションなんだろうな。どうなんだろう。でもどっちかっていうと変わった今が好きっていう感じなんだろうな。まひるちゃんだけまだ破りきれてないというか、今その最中って感じだよね。いいオープニングだ。夜のクラゲは泳げない。彼女たちはどこへたどり着くんでしょうかねっていうところですね。レッツゴー。さあ、キウイちゃんって聞くと、ちょっと前期激ヤバの女の子がいたわけなんですけれども、大丈夫かな？天の岩と、アマテラス？踊る役だ。うん。さて、まひるちゃん、やるの？動きの細かさすごいな。あ、おっと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 、かわいい。やるっぽいね、雨のうずめ。頑張れ。かわいい。もう目が。まあ、プロがいるもんな。でも面白っ、何なんだっけ。あら、あ、じゃあとりあえずやってみる。眩しすぎる。すごい。あら。
あら、あ、回っちゃう回っちゃうわ。私も回ろうかしら。あら、すごい可愛いキャラクター。すごいね。でもデザインセンスとかもしっかりあるんだな。最強ガール。あ、曲か。すごいな。おお、おお、綺麗なピアノが聞こえる。あら、あー、なるほど、そこの技術にキウイちゃんが白羽の矢か。もう当てが一人。そういうのもできる系なの？見てるね、ヤンヤンつけ棒。わお。さて、あら、でもまひるちゃんって中と知り合いなんだよね、多分。すごいな、動きすごいな。そういうこと。本名ぶちかまし、スーパーヒーロー。お？あら、黒髪。じゃあ染めてるんだ、ピンクに。やっぱり。やばい、爆破されるよ。うん。あ、確かに。ただ前期にちょうどいたからな。さあ、あっちヴィランだったな。さあ、すごいな。でも強い子だな。いや、破天荒すぎるな。俺の名前を言ってみろ、渡瀬キウイ。すごいね。でもできる子なんだな。そういう認識？頭いいのかな？っていうか、うん、っていうかその格好で？すごいパンクだね。そうね、モデリングして三面図描いて、逆か、三面図描いてモデリングして。お？あ、どういう素材なのそれは。なるほど。ミックスもできんの？でも1枚何枚か書けばいいのか。ん？え、2つ返事？え、2つ返事。イエス。やっぱり困った時はスーパーヒーロー。なんか、まあもう目をつけてた感はあるけど。そうか、だからボカロ PV みたいにするのか。ほーん。まあでも今だってアザリさんとかあれだもんな。アザリさんとかワカメちゃんとか。うーん、忙しそうね。確か伸びてる。どっちだ、下がってる。うん。さあ、
さあ。それ、あの、シャットダウンした後に行ったら、聞こえてないかも。でも、すごいね。わお、お金も、彫刻？芸術家？行ってない？どうなんだろうこれ。行ってないっぽい雰囲気あるけど。学校行ってないよね。わお、即課金。課金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 。生徒会長でもないの。マスクしてるって、すげえ買うな。うわ、いっぱいいるじゃん。立ち来た？か、行ってないのか。そう、だが隠すためか。うん。うん。あ、そうなの？そんな距離は近いの？物理的遠い位置にいるわけじゃないんだ。うん。あ、そういうことか。アマテラスか。キウイがアマテラスか。なんかやべえ神がいて呆れたんだよね。でも笑い？頑張れ。まあちょっと、ちょっと倫理的にアウトなので、まあそこまでしなくてはいいと思うんですけど。すごい。そうか、でもキウイちゃんと遠い位置にいるわけじゃないんだ。来ようと思えば来れる。立ち来た。立て来たか。あ、やばい。キウイちゃんのこと聞く？やばいやばい。あっ、近く。あ、やばい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 。あの、あ、やば。地雷触れちゃったわ。あー、楽しそうなことをやって外に出そう、キウイちゃん。やばい。めっちゃ可愛い。わ、やばい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 、つらい。息が、え。あ、あ、あ、ピッカピカじゃん、4月。1日？あ、あ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ちょ、あ、距離感。でも、あ、やばい、地雷踏んじゃった。もう。ってことは、この見た目になってることも知らない？うん。うん。ああ、やっぱり。あ。
でも進学校かっこいい、なんかトリガーみたいにしてるけど、ドテテン、いいでしょ、雰囲気違うな、あ雰囲気ちょい違う、あーちょっと合わない、やばい、わあすごいな、マジで、あー馴染めない、あーえ、俺っ子はもう、え、ちょっと遅れてるな、この世界。なんだ、2000年代か ?Y2K に回帰しすぎだ。行きづらい。あー、課金課金課金。世界だ。あ、ばば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 ば。限度額。申し訳総理、渾身のシャウトが辛すぎるな。タッチザバーチャル、あーはー、ああら、わお、でも多分お？あ、もう呼び出そう。すごい、可愛すぎる。もう最強だもんな、やっぱり。もうすべての矢印がののたんに。お？あ！中継する？現代版、やばい、相当解釈がすごそうだな。ん？ What's up？ あ、すごい、ガオダス先生だ。さあ、私の最強ガールへ。そう、頑張れ、ちょ、今出ていかないと、ちょ、あー、これはもうキウイちゃんに、かわいい、頑張ってる、語りかけてる、
わあ。あ！キュイちゃんも。え、すごい。これもう4次会じゃん、もうここまで来ると。ああ。ダンサーもやろう。お！完成！わお、え、そういうのもできる、天才すぎるって、天才気質だから浮いちゃったんだろうな、凡人には分からぬ。すごい子だな。わーお、ヒーローはそういうものだから。さすがキウイ様。居場所はある。ああ、わお、広報担当もやる。なんかあれみたいだよね、なんだっけ、おう、 OK、 おう、すげえな。この子マジか。なるほど、これ、ウォー、オッケー、ウォー、力、いいね、ジェリーとジュエリーをちょっとかけてる感じ、ママール、ウォー、ウォー。力ー。いや、よく動画すげえな。キウイちゃん多彩すぎる。すごい、すごい技術力。一人でやってみ、これすごいよ、一人でやってくれたからね。はい。Go girl。すごい、すごいです。ちょっとキウイちゃん。すごいな。わあ。歌もすげえ。てか、歌もめちゃめちゃいいんだけどさ、何よりも動画センスが光りすぎてて、キウイちゃんに驚かざるを得ない。踊ろうよ。俺と踊れ。いいね。いいね。レッツゴー。終わるかと思ったわ。さあ、キウイちゃん。だいぶ見た目変わってるよね。なんかこ、あらあら、すごいテクスチャーがアップになってる。でもこれは可愛いよね、神崎さんだ。わあ、いいな、いい、いい、あ、いい。というわけで見終わったわけなんですけれども、いいですね、この作品は。いやー、来るものがあるな。でも見るものの魂を削る作品ではあるよな、少なくとも。うん、いやー、でも綺麗で着地するからとてもいいんですよね。うん、なんか共感させに来るんだよな、この作品。
正直僕はキウイちゃんね、やっぱりそんな才能あふれた人間ってわけでもなかったけど、ただキウイちゃんにみんな共感はできるんですよ。うん、やっぱりキウイちゃんって才能がある分、めちゃめちゃイラストとかも含めてなんかいろんなこう才能だったり好きが溢れてる分、いろんなものを抱えてるんだよね。で、大事なものを話さないタイプの子だけど、やっぱり普通の人たちって、うん、ここであえて普通って言うけど、普通の、まあ言ってしまうと量産型っていうような、やっぱり量産されていく人間、我々量産型人間にとってはそういうのってどんどん削ぎ落としていくタイプじゃないですか。やっぱり好きなものを卒業していかなきゃいけない。まあ、僕はまだ抱えている方だけど、アニメは絶対話さないみたいな。うん。でも、やっぱり大人になっていくにつれて、漫画とかアニメ、ゲーム、そういうものから全て削ぎ落とされていってっていう風に成長していくわけだけど、でも、やっぱりキウイちゃんはそれが話せないし、それをこう抱えた上でも成立しているレベルの多分才能を持っていたから、やっぱり周りとは馴染めなかったわけだよね。このさ、馴染めない雰囲気とかがさ、もうかなり、ちょっとだからさ、俺っ子に対する当たりの強さとかさ、僕経験してないはずなんだけどさ、そういうのは、キウイちゃんじゃないから。だってキウイちゃんしか経験していないことをなぜか同じような解像度でキャッチできてしまうっていう、この脚本なのか演出なのかわからないけど絶妙ですよね。なんかすげえなんかレベルの高いというか、なんかレベルの高いとは違う気がする。何なんだろう、こういう経験をしてきたのかなって思わせるほどの解像度の高さっていうところ。でもなんかすごいすごいよな、このストーリーテリングというか、この見せ方が本当にすごいんだろうなとは思う。本当にだからすごい共感しちゃう。なんか心の柔らかいところをついてくるよね。なんかこの、だからそんな中でさ、全然会長なんかやってないのにさ、なんか会長やってて、お会計がさ、みたいな、学校の話するけど、実は学校行ってません、みたいな。この、何この心の中にさ、こう、よどんでいる泥みたいなものを強引に書き出してくる感じが、もう絶妙にざわざわするし、もう鳥肌が、ああ、大丈夫、キウイちゃん、やめてっていう風になっちゃうし、まあ見せ方がうまいんだなっていう風に思いますし、なんかキウイちゃんに関してはなんかトリガー味があるって言ったけど、なんかあれっぽいよね。キルラキルっぽいよね。なんか、僕あの、2、3話しか見てないからわかんないんだけど、なんかキルラキルっぽい。感じる。僕には。キルラキルの波動みたいな。なんか、あるよな。なんか、主人公っぽいじゃん。アバターが。竜子っぽいじゃん。マトイ竜子だっけ？マトイ竜子で合ってる？キルコじゃないよね。マトイ竜子っぽいじゃん。そことか、もう名乗りの時のフォントとかももうだって完全にあれ、何？ラグランパンチっていうかさ、キルゴというかあれっていうかさ、なんかキルラキルフォントじゃん。あれもマジでやばいなっていう風に思ったけど、なんか上がれる人は上がれるようなちょっと遊びがあるし、まあ、ああいう世界線の中の女の子が、やっぱり日常系のアニメの中にいたらちょっとやっぱり浮いちゃうよねっていうところ。トリガー作品に出てくるような熱い子が普通のやっぱり世界のねところにいたらちょっと浮いてしまうというのは間違いないわけだと思うんですけれども、でもね、やっぱりこう周りに合わせられるっていうのもやっぱり好きじゃないんだよね。私はこうだからっていう風に、なんかこうほっとけないところがまたか、なんか人間性じゃないですか。なんかやっぱりさ、ある種振り切っちゃうとさ、私は私で周りなんか知らないよ凡人どもみたいになるけど、でもやっぱりね、親友だったり幼馴染のまひるちゃんに合わせられて怒っちゃうところとかがすごい人間的で、もうなんかまあ合わせてきやがってっていうさ、富田さんのシャウトじゃないと得られない栄養はあるわけなんですけど、なんかあそこで爆発するところとか、なんかやっぱり普通になりたいけどなれない部分もあるのかなっていう風に感じさせる部分、この作品のねすごいところってね、共感の余白が多いんすよ。本当に多い。やっぱり見てて、こうなのかなこうなのかなっていう部分で共感できる。まあやっぱり回答はないし、回答は出さないでほしいんだけどでもそういう余白があることで、やっぱりキャラクターのなんか深掘りみたいなっていうか、勝手に視聴者が深掘りできるような構造になってる雰囲気が、なんか絶妙に計算されてるんだなって感じがする。綺麗なものを見せようっていうだけじゃなくてね。いやすごいいいわ。てかエンディングもすごすぎだしね。ちょっとすごすぎるよ、あれ一人でやるのは。やっぱりすごいな、あれは。多分話題になると思うないやでもさ、やっぱりなんか見た時はやっぱり覆面シンガーみたいなものをやっていくみたいな流れで流行んなくねと思ったけど、正直そこはきつくないかって思ったけど、でも現実にいるんだよな、しっかりネットにいるんだよね。冷静に考えたら、こう名前も出しちゃったけど、あざりさん、まあ、あざりさんはボカロだけど、わかめちゃんさん、わかめちゃんさんでいいの？名前ないからわかんないんだけど、わかめちゃんで調べてもらえればわかると思うんだけど、あの方とかは完全に覆面アーティストだからね、完全に顔もわかんないけど、顔もわかんない
ないどころかたどり着くのが難しいっていうところでもあるんだよな。あ、いや、あの一切 YouTube のアカウント空白で名前出てこないから、多分ワカメちゃんね出ると思うんだけど、あれも多分覆面アーティストの一種だもんね。あそこに目つけたんだとしたらマジですげえな。まあ、みんな知ってるのかどうなんだろう、みんな知ってる、どうなんだろう認知度って。まあ、いろいろ気になるところでもあるけど、やっぱりこう深掘ってみようかなって思っていろいろと考えてみると、めちゃくちゃ余白が残されてることに気づくんだよね。そこがめちゃくちゃいいなっていう風に思いました。はい、というわけでこれ以上語ったら止まらなくなってしまうので、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、夜のクラゲは泳げない第3話でした。バイバイ。